俺チェリーだから。ちゃんと説明した方がいいんじゃないですか。これはちゃんと出口に。何があったんだお前ら。どういうことだ。みんなよそんな。続いては萩原さんにまつわるまるまるな彼ということです。ヤギさんと高野さんにフリップのご準備をお願いしたいと思います。さあそれでは一斉にお出しください。どうぞ。 さあ、ということで、小、え、瀬、ー、田村さんは<ー>萩原さんはチェリーな彼と書いていただきました。一方ヤギさんはこちら、はい、萩原さんは吸い込まれる瞳の彼と書いていただきました。さあどちらから参りましょうか。まず高さんから参りましょう。Okay、これわかるでしょ意味。わ、うん、かりますよ。ね、というのもこれ多分わかる人はわかるぐらいな感じだと思うんですけど、はい、僕はこれ。 完全に陸に教えてもらいましたね、チェリーとはなんだていうことを、ちゃんと説明した方がいいんじゃないですか、これはちゃんと手口にあって、ちゃんす誤解を招くええはいはで、でも、チェリーっていうのは結論から言うと、玉置浩二さんのファンクラブの名前なんですよ、チェリーっていうのが。楽屋で玉置浩二さんずっと流すんですけど、陸は、どこまでファンなのって言ったら。 俺チェリーだから。その発ず。そういうこと。あの、そう、す、ちゃんと説明してよ。ちゃんと説明しなきゃね。完全に一個違ってた。え、そうでしょ。でも、ちょ、補足ある。大丈夫。これでもういい。だから、本当に、大好きで、よくこう流してるんですね。あの、多分、もう、どんだけ聞かせんだよってくらい、多分聞いてたと思う。んであの、工事。なんだっけ。んなんだっけ。工事。 コジハラスメントだコジハラを受けてコジハラ僕が曲流すつあコジハラだみたいなちょっと玉木さんに失礼だけどそう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 なんですよ。思うそうそうそうですね。僕がもうそれぐらい一日中ずっと聞いてたんでずっと流しそう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 たうそ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 そうそそう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 そそう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 そ 美しい彼の支度チーム。あのメイクさんと衣装さんがね、ちょっと。仲間になった感が僕は。チェリーメイトに。チェリーメイトに。ちょっとね。慣れたんじゃないかな。って感じチェリーフレー。なってるね、楽団。ええ、ちょっと。世代的にはね、玉木浩二さんとか、あまりね、その音楽的に触れてない。それ、まあ、今もご活躍されてますけど。と思うんですけども、大好きなんですね。大好きですね。ああ、田園とかね。かっこいいです。ねお家のかっこいい。方たくさんありますけれども。 そううい意味でのチェリーということだそうですねだから大成功ですね僕のこのそういう印象を持ってもらえたそうですねめちゃめちゃ好きなアーティストさんでプランダーされました成功ですねなるほどありがとうございますさあそれでは続いてまいりましょう続いて安城さんですはい吸い込まれる瞳の彼ということ吸い込まれる人はいこちらはやっぱこう平ってあの目がすごく印象的だなと思ったんですけどこう当の本人の陸もめちゃくちゃ目が すすごい印象的だったんですよ僕の初めて会った時がすごいそのマスクの上から目が見えるんですけどすごいなんか瞳に吸い込まれる感覚がしてそこからなんかなんかだろうなそれが一番印象的なことだったんでこのこ「の何々の彼」っていう言葉にはぴったりなんじゃないかなとなるほど思、はいました。はい、というふうにおっしゃっていただいてますが。みんんななよそんな <laughs> いや嬉しいですね。はい、やっぱあの目に関してはやっぱこう平をやる上ですごく意識していたことなので、そこをねこう言われるとちょっとキュンとしますね。はい、あれ？<laughs> あれ？<laughs> って感じでいやでも嬉しいです本当に、はい、あの目を褒められるのが一番多分僕も、うんまあ、そうですよね。<に>嬉しいです。はい。